皆さんこんにちは、酒井東海416太郎です。東海行っててパパの車通ってきた。今回お腹痛い。久しぶりさんにトミカを買ってきました。開封と説明は別の動画でアップロードしていきたいと思います。まあね、これは別の動画として中身とか開封しないので、どんどん15台以上、10台以上買いました。10台買ったようですね。中身は開封しませんので、そちらの動画をご覧ください。ナンバー58番のスズキワゴン R です。スティールは69分の1、アクションはサスペンションと後部ドア設定です。ほとんどまだ持っていない、というかですね。ナンバー99番の日産セレナです。スティールは67分の1、アクションは後部ドア開閉です。ナンバー48番のトヨタベルファイアです。スティールは69分の1、59分の1、アクションは左右とはサイド開閉です。ナンバー54番のホンダシビック EEMTLR MULO、 アクションは後部ドア開閉とサスペンションです。ナンバー17番の日産キューブです。スケールは63分の1、アクションはサスペンションです。ナンバー36番のスズキギフトです。スケールは64分の1、アクションはサスペンションと後部ドア開閉です。ナンバー88番の日産エルグランドです。スティールは64分の1、アクションはサスペンションです。ナンバー22番の日産ノートです。スティールは60分の1、アクションはサスペンションと後部ドア開閉です。ナンバー92番のトヨタラクティスです。スティールは65分の1、アクションは後部ドア開閉とサスペンションです。最後です。ナンバー11番のスバルインプレッサ MRX-STH です。スティールは69分の1、アクションはサスペンションとボンネット開閉です。まあ、10台以上買いました。開封と説明はね、また別の動画をアップロードするので、そちらの動画をご覧ください。これで終わりたいと思います。